Give me some time, give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. 今は東京都町田市に住んでます。まあ片道だいたい1時間半とか毎週3時間ですかね。的にまあ遠いかなとは、まあ、あれは思いますね。自分の父親がアメフト大学時代プレーしてまして、まあ、その影響もあって感覚といえばアメフトだったんで、まあ、体験入部とかして、まあ、やってみようと思ったきっかけです。どんな選手だったんですか？足は速いんですけど球が取れない選手でした、はい。まあ、本当にこれ、まあ、入部したきっかけでもあるんですけど、1年生の時ライスボールに出場した時にライスボールの10日前ぐらいにビビやってみろって言われて練習に入って、結局そのままライスボール出場するっていう、オービックさんとライスボールしなかったら多分自分ディフェンスワークになってなかったんで、はい、そこはあの原点、ある意味ディフェンスワークの原点はシーガールズさんなんで、そこはあの感謝してます。実はあの勝ちかけた時で残り数秒で逆転負けした時だったんですけど、木下の八木選手だったりとか、まあ、あのキュポーターカスワラさんだったりとか人たち相手に初めてディフェンスバックで出るっていうのが、もう今でも夢のような試合だったなっていう記憶があります。はい、ずっと試合にも出させてもらって日本一も経験させていただいたんで、すごいいい経験だったなと思うんですけど、ただやっぱりこう悔いというか、まあ、あの悔しいのはやっぱり大学4年生の時にだけ、あの要は甲子園ボール行けなかったのと、まあ、ライスボールも出れなかったと。やっぱりこうもう一度やっぱ最後は日本一になってっていう思いがずっと心の中に残ってまして、まあ、社会人でクラブチームで、まあ、日本一の実力のあるチームでプレーしたいとは思ってフットボール続けました。まあ、単純に好きで集まって2位で日本一を目指してるっていう環境がすごい貴重だなっていうのは思ってまして、まあ、どっちがいいかとかって話じゃないんですけど、まあ、こうどっちも感じることで、いや仕事に生きてきたりとか、まあ、逆にこうアメフトに生きてきたりとか、これで日本一になれたら、まあ、大きなものが得られるんじゃないかなと、あと人間的にも成長するんじゃないかなとは信じて今、フットボールは続けてます。はい。